あれじゃあ義足左をつけた方がいいのかな。左持ってきてもらって、でちょっと右も一応今寸法を測るので。はい。武さんの生足初めて見たかもしれない。あ、そうか。生足あんまり出さないですもんね。そうですね。なんで新しく、やっぱトレーニングをずっと続けてたら足がどんどん太くなってきて、で特に右足が一回りも太くなっちゃって、これちょっとソケットに入りきってない感じがあって、今だから本来先っぽ先端の部分に体重がかかる状態で歩きたいんですけど、太もものとこが詰まっちゃってて、あの先端の部分に力がかかんなくなっちゃったんですよね。つまりこう太もものとこで支えちゃってる状態になってるんで、そこをちょっと解消しようっていうんで、もう一回太ももを測り直して、あのそれに合う形のソケットを作ろうっていう感じです。ちょっとパンチラになっちゃいますけど。はい、全然問題ないです。パンチラって最近聞かないです。なんでですかね。いや、僕の心ではいつもリスペ。横になっちゃうからでしたっけ。横になっちゃうとなくなっちゃうんでしたっけ。いや、横になっても大丈夫、起き上がれるので。あ、でもバンバン足だったら起き上がれなくなる。これ包帯にそういうあれがついてるんですか。あ、そうです、ギプスが。もう全然知識は知らなかった。こういう感じなの。そうなんですよ、毎回これで。ついても大丈夫。はい、結構しんどいですね、でもやるので、これが乾いて固まるまでずっと立ちっぱなしなので。いいですね。よいしょ。みんな大変っていう。みんなで。めっちゃ今日3回目だ。オッケーです。おお、もう座っちゃって平気ですか。はい、もう座っちゃって、もう一回このまま座っちゃいましょう。はい、よいしょ。あ、ごめんね。あ、サンキュー、ユッチ。ありがとう。お疲れ様です。お疲れさん。いやー、うん、こんな今足太くなってるんですか。あ、肩で見るとすげー結構太いですね。大丈夫、ユッチ。いや、大丈夫です、お絶望です。これ右が多分ね、今後こっちになるので、こう、サイズがはい、はい、新しい方です。よし、じゃあちょっと歩いてみます。あれ、いいよ、ほら。あれ、沖野さん、めっちゃいいよこれ。ちょっと足狭すぎて、安定しすぎてるか。今までより足が広いな。ちょっとそうなんですよね、それはね。でも角なんです。ただ歩きやすいです。歩きやすい、歩きやすいのは歩きやすいけど、ちょっと狭くしましょうか。速さが全然違う。これぐらい、これぐらいでいきましょう。顔はもう笑顔、笑顔。はい。あら、大きな声。あら、大きな声。今回はね、今回はあれ、めっちゃ歩きやすい。あら、大きな声。今まで歩きながら喋れなかった。いや、これめっちゃいいですよ。すごい。すげえ。全然難なく片道できちゃった。幅も大丈夫そうですね。すごい。そうだね。なんか壁に寄りかかりましょうか。はい。オッケー。いいじゃない。ちょっとチェックしますね。お尻とかいろいろ。失礼します。全然違う。これすごいわ。すごい。どんな感じなんですか。あの膝つける前、ダウッチが来る前。はいはいはい。膝がついて急に歩けなくなったんだけど、その前スタスタ歩いてた頃の感覚。はいはい、すごい。せーの。いや、すごい。あれだね。ポケットも内外しかしないし。しないね。右足開かないね。うん。連続感がすごいですね。よいしょ。来週が楽しい。
じゃああっちまでまた寄りかかって行ってしまうか。みんなわかりやすい。オッケーいいね。よいしょ。オッケーいいバッチリ。あごめん。はい、それ。休憩なしか。すごい。はい。歩きやすい。うまい。めっちゃ歩きやすい。何がする？なんか左右均等に体重かけられてる感じがする。今までもこの会議室端から端まで歩けてたけど、多分1回ぐらいは休んでたと思うんですけど、今も一瞬ちょっと休みましたけど、そのぐらいでしたから。よし。じゃあ行きまーす、はい、あぶ、なんかさっきより体がこっち向くな。なんでだろう。ちょっと見ます、ね、体が前に行く。いや、左にねじれちゃう。うん。あー、なるほど。はい。はい。本当だ。はい、せーの。結構内向いちゃってるかな。調整していただいて、はい、ちょっと内向きすぎかな。はい、どうなるかな。行きまーす。あっ、この辺からちょっと肩がなくなるので、ちょっと歩きやすい。ちょっと坂の可能性あります。はい、だいぶポケットからですか。行きますよ。スピードがですね。スピード高速度、はい、速い。体重かけたらじゃないですか。速いからずれてきちゃう。いや、そのこの開いちゃうのさえなきゃ完璧ですね。そうですね。あ、ちょっとそれだけみんなで対決して、はい、なんか義足用に高げみたいのがある。片方には行くけど、片方には行かないように、何って。体調的にはどうですか。絶好調です。絶好調でもないですけど、普通にいつも通りです。前回は、新しくしていただいて、会議室で鳴らしてた時には結構いい感じだったんですけど、下の路上出たら結構こっちが開く、なんか癖があったんで、それをちょっと修正していただいて、でも結構また先週とも形状も少し変えていただいたみたいなんで、それが馴染むかどうかをまずはチェックする感じです。いきまーす。うん、歩きたいようになった。はい。
ダメだ。あ、いい、もうちょい。右足の開きどう？はい、ダメだ。よし。あ、ダメだ。足限界。座る。左。よいしょ。一回脱いでいい。はい。うん。このトラック自体が、60メートルトラックなんですよ。それをなんか端から端まで歩き切ったことって今までないんですよ。で今日1回目で25メートルで2本目で15メートル歩いて今計40なんで残り20メートルなんですよ。だから10メートルタイムトライアルをあと2本やれれば一応60メートル歩き切ったことにはなるなと思ってちょっとそれもやってみようと。はい、じゃあちょっと1本やってみましょうか。これは沖野さんの勝利でしょう。これは
こんな変わるかっていう感じですね。これはマジでちょっと沖野さんすごい。鈴木さんもあの、まあ、こういうのを分かってた的な感じのリアクションでしたもんね。そうやったーみたいなのがあった。そうですね。すごい。もう5メートルはいけたかな。よし、じゃあ本日のラストもう10メートル行ってみたいと思います。よし、20秒台の次は30秒ということで、1日で10秒近く縮みだってことですね。そうですよ。いやでもこれは視聴者の皆さんにぜひ伝えたいのは、こいつすごいのは僕じゃなくて沖野さんです。だって僕は別に先週と今週って何も変わってないですけど、沖野さんのこの調整によって10秒縮まってるんですよ。だから本当にこれ面白いのはチームプレーなんですよね。いやこのタイムはマジで沖野さんです。本当すごい。よかれた。あっちがですか。これあれだったらすごいですね。70。過去最長ってことですね。1日で歩いたり。はい。70メートル歩きました。うん。明らかに体力と違ってますね。そうですね。消耗が。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。